ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロレスの斉藤智春です。はい、ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロレスの津村です。はい、始まりました。第34回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。おお、はい、あっという間に34回。結構ね、毎週毎週やって34回っていうと、年数でいうと、はい、津村さん全然わかりません。はい、ちょっと20を超える数字になると僕はちょっと対応しきれない。僕もちょっとね、だいぶ年取ってきたかな。まあまあね、そんなわけで今回の動画なんですけど、はい、なんと初めての開封動画。お、開封動画。はい、開封動画なんですけど、次世代のね、開封動画、今回は。はい、と言いますと、まあ、開封してそれで遊んじゃうんですけど、はい、今回はなんと最新のね、ブースターブリッツ。ブースターブリッツ、はい、ブーブリ、略してブーブリ。いや、僕も驚いたブリをしたんですけど、さっき1回だけやらせてもらって、もう考えた人、天才だと思いました。すごいの考えてきたなと思って、面白い。これは考えた人、本当に天才だと思う。ね、何か賞をあげてほしい。ちょっとじゃあ、ルールの説明しちゃいますか、最初に。はいはい、まず、お互いにこのブースターパック、これ何でもいいんですけど、今回はあの最新正規セットのイクスラの総国を使います。はい、はい、まあ1パック開けて、でカードを基本とちょっとトークン抜いて14枚入ってるんですけど、はい、その14枚でお互いに3枚デッキを4つ組むっていう。でその4つ組んだデッキでお互いライフ5点で、無限マナ、好きな色の無限マナが出る状態で対戦するっていう。そのお互い4つデッキあるんで、それをランダムに組み合わせて4戦やるっていう、ワンパックで4ゲームも遊べちゃうっていう。いや、しかもこれさっきやったんですけど、かなり奥が深い、うん、ね、強い例が出た時にそこにどれぐらいカードを集めるかとか、いろいろ戦略があってすごく楽しいです。すごい、なんかの1個2個に、まあ1個ってわけにはいかないけど、2個3個にこう寄せて1個諦めのデッキを作ったりとかね、いろいろそういうのがあるんですよ。で、特徴的なのは先にデッキ組んだ方が、あの、先手選べるっていう、先に4つ組んだ方が先手選べちゃうっていう。はい、よーい、ドン。いや、これしかもデッキ組むのかなり難しいんですよね。そう、まずパックを開けて、3×4 のデッキなんで、2枚デッキに入れなくていいカードを見つけて、それを除外するんですけど、これは除外しようか。まずこういうカードですね。もう無限マナなんで、土地とか、土地をサーチするカードは基本的にいらないんで、これを除外します。いや、難しい。これほんといいゲームですよ。何度でも言うけど、すごい楽しい。意外とあれなんですね、無限マナっていうと基本的になんか手札にあるパーマネント全部出した方がいいように思えるかもしれないんですけど、意外と温存しといた方が良かったりとか、そういう戦略性もあったり。シュー3枚しかないからね、本当にそれをどう大事に使うかっていう。よし、攻めて先手取ろう。これでできた。すごい、できた。まあ、これは、まあ、これとこれで狙っていこうっていう。先手で一旦キルされちゃうかもしれないんで、これをちょっとね、お守りで。でこっちはその一旦キルじゃなくて、まあこの2ターン目ですね、狙っていこうかなっていう。でこれはまあ刺してください。この3枚は、まあ、どういう意図なのかはちょっと見て分かる通り刺してください。はい、まあ、これはもう単純に素直に勝負しようよっていう、これとこれで、でこれでバックアップするっていう、ちょっと頼りないかな。でこれはなんかちょっと組み替えたくなってきたな。これ怪しいですね。何がしたいんだろうなっていう。先手権を手放したくないから、このまま行こうかな。組み替えるかな。今なら組み替えてもまだ先手取れるかもしれない。はい、僕が使わなかったこの2枚です。残るデッキなんですけど、ちょっと最初に紹介したやつちょっとだけ変えて、はい、これにこれしてやったろうぜというデッキです。で2つ目はこうしてやったろうぜ。3つ目です。まあこれをちょっと生かすために、こんな感じにしてます。はい、もう最後とか何の意思も感じられない、こいつはデッキ作るの下手やなみたいなオーラが出てる。そう、組み替えてるから、君がもしできたなら、はい、もうできます。君が先手かもしれない。妨害の。はい、できました。はい、できました。そうですね、同点ぐらい。11。11。9。はい。先行いきます。はい。ランダムで相手の指差しでいきますか。そうですね。はい、はい、せーの、これで。
きます。はい、深海艦隊の異常要因2点。はい、3。はい、終わり終わり終わり。手札大事に作戦覚悟の軍馬。はい、オラーズカの毛竜エンドです。エンドステップにこちらのエンドステップ、あ、バウンス、これ4回ズガーン。で、こっちのターン、はい、ダック。巨大化だったら飛ばすと死ぬんですけど、ブロックして巨大化されると僕勢力がなくなって、おそのまま負けてしまう。いい情報。というわけでテイク、期待値でテイク。プライチプライチ2段攻撃。あ、除去ない、除去ないのお祈り。ないです。おお、分かった、分かりました。1ゲーム目勝利。せーの、ポン。これもう、これは僕必勝、先手必勝、もう文字通り先手必勝。やばいね、これはね、結構熱い、熱いやつだよ、これ。先手必勝に対して強いよ、この強い、うん、強いはまずいな。いいこいつ、これね、結構まずい、まずいことになりそうなんだな、これプラ3、0オーラとか、ライフ5だから、パワー2にプラ3、0オーラで負けちゃう。しかしな、おとりな気もするんだろう。いやー、これ難しい。なんで手札3枚しかないのにこんなに難しいんだよっていう。何が考えられるかな。こいつから速攻プライチ装備まずいよな。 OK、 プライチ使った。じゃあ3-3になりました、はい、じゃあ出たー装備。これやばい、1キルパターン。ガッとするものの装具、はい、つけたいです。どうぞ。つきました。じゃあ今4400、はい、速攻になりました。さらにお願いします。負けたよかった、こいつカウンターすれば勝った。負けた。危ない。1-1。はい、さあ次先手で、はい、せーの、ポン。これけど本当に改めて見てちょっと組み直しました。これです。これはやばい、強い。いや、いやいや、いきます。じゃあ先手、はい、兄さん、恐竜にブロックされない。はい、出ました。終わり。エンド。終わり。白鵬の殉教者。どうか。エンドです。アタックします。すぐ見た。残り3です。終わりです。エンドですか。はい、じゃあ攻撃戦が、はい、閉じます。はい、待て。3。はい、怖っ。放射艦隊のホズナデキ。うーわ、はい。続いて変幻の襲撃者。ええー。ってなるとこいつをコピーします。はい、うん、適当にこいつをバランスして、はい、出し直した。おお、形態、疑似形態。勝ったかな、これ。えこれ出して、とりあえず終わり。攻撃戦。はい、僕が3対3ですね。はい、負けた。つぶけんが勝ったかなと思った。じゃあ最後、1-2で、はい、ビハインド。これ僕最強デッキちゃいますか。心配な、ちょっと。じゃじゃーん、いきましょう。じゃあ、はい、はい、出ました。サーチ。はい、よし、終わり。ラーズカの、おお、火出せ。はい、暴走する角冠。強い強い。弱者割り。これが成功すると5-5速攻です。成功しました。攻撃宣言。はい、負けました。ありがとうございました。激しい激しい。最強デッキです。こっち1キルデッキ2個あった。1キルデッキ2個はね、2だね。すごっ。相手10キロなかったら勝てる。1キルあるんですよ、このフォーマットなら。ヴィンテージより1キルあるんだよ。2戦目、はい、アイコニックマスターズ。あ、これハレリアにいっぱい余ってて、とっても買ってほしいやつ。あれ入ってんじゃん、五色人間に4枚使われてる地平線の小勢。おー、うん、でもこのブースターブリッツでは全く引きたくないね。はい、このセットすごいレアが派手なんで、かなりこの遊びに向いてるんじゃないかな。へー、思いました。じゃあ行ってみよう。行きますか。レディーゴー。
九段のさすがうわー、いいな、普通に嬉しいけど、普通に嬉しいだけ。今回の先手いただいていいですか。どうぞ。先に組めたので、どうぞ。で、僕先手で、またデッキはランダムで、はい、せーの、あの、あのデッキは先手がいい、うん、おー、来た。このデッキはもう本当先手じゃなかったら無理みたいな、もうこれがね、とにかく鍵なんで、これを先手で打って1点を守るというデッキなんで、どうぞ。いいですか、はい、全身ねじ切り2枚捨てる、茶色1枚か、普通の紙茶色1枚、何、ナイストレード、予定外、勝てるかな、これ。え、第6カントのホワイト2マナ11で、相手のこちらのカードが2つなんで、今2はい、レジェンドです。これじゃあ、1、2セッシュ普通に出します。大丈夫です。夕暮れ谷のワンでき5点の相手に77トランプル、はい、終わり。しかし、弊社恐怖症、ってことはタップして引き分け、そうです、俺がアタックして殴り合わない限り引き分け、ブロック、解散してない、解散してない、こんなこともあろうかと。で、相打ちになって、バニラにもいなくなって引き分け。そうです、これ引き分けです、ね。はい、引き分け、ナイスゲーム。こんな感じで引き分けも、お互い出させなくなると引き分けになってしまう。はい、じゃあ、せーの。ほら、9、じゃあ先手いただきます。これは負けられないな。負けられない。負けられない。これは、もう本当に制作者の適当さ加減がにじみ出てる。これで、イエーイってそれだけです。先手まいります。はい。竜の大嵐。飛行を打つクリーチャーが1体、出るたび、そいつに速攻を与える。はい、はい。いいですか。ジェイスの幻を。下の上か、まあ。まあ、そうです、はい、ドラゴンが出るたびに飛行クリーチャー出た、はい、これ速攻です、はい、カッコだってエイプ、お両方エイス、はいはい、攻撃戦2点、3で、いきた、これが1キルとかじゃなかった、1キルだった、2キルです、なかった、で2キルだったら俺勝ちた、え、吹雪の資料、中村修平さんってことで、はい、僕の必殺がさらにキスタの精霊、82兆5000万でいや、このも出そう、ドドン、え、ビスコーパのギルド魔導士、3マナで、はい、クリーチャー1体ライフリング、ハンコン、3マナで、お、自分がライフ得るたびに、それに等しい、各対戦相手はそれぞれの点数に等しいライフを失う、でも次のターン、チャンプしたとしても、そうですね、82兆5000万回復してすごい、その分失わせるっていう無限ルーズ、せーの、じゃあ負け戦いただきます、はい、いきます、釜の湧き、やばそう、やばそう、幻影の虎、ファントムタイガー、ファントムタイガー、オッケー、とりあえずじゃあこれ開鎖で、はい、あ、開鎖なしで、はい、3、2、3、で、これアルナの保証、はい、ヒム付きの壁だね、見ました、オープロックしたら、まあ、タイタンがあって、こっちがやられて、タイガーで、出しといた方がいいかも、はい、終わり、これでホームインクリーチャーをプライついてる、お、終わり、必殺の歪みの一撃、まさか大型か、え、ズドン、何これ、何これ、大型か、対象のクリーチャープラスならプラスならブロックされなきゃいけない、1体でもいいんですけど、ブロックしなきゃいけない、はい、で、トランプル、トランプル、マジかで、こいつのパワー、はい、結果としてこいつの能力もあるんで、11までいきます、11、8か、あ、じゃあ11、9か、なるほど、11、9、トランプル、なるほど、でいいです、で、こういつもいきます負けました11、9これ強い、すごいね、犯罪みたいな、犯罪だね、さあ、じゃあ最終戦、今回はトモラさん先手、これです、必殺、これはしかも後手で良かったと思うんじゃないか、これはね、最終戦これ勝った方が、勝ち勝ち、そうですね、引き分けだったら、マッチ引き分けするいきますよ、はい、ゲーム4番3番強い、はい、まあ、高スペック、はい、終わり、終わり、
終わり終わりなんとかするへぇ終わりですかが楽しみです。はい、借り立てるね。七マナの、インスタントで、緑の44のビーストトークンを出すんですけど、そう、ストームがついてるんで、トマルさんが今1回呪文を唱えてるんで44が2匹出てくると。何じゃ、はい、ちょっとビーストトークンの代わりに、はい、あ、じゃあこちら、じゃあそのうちの片方も何にします。じゃあ、誠に先生だから無限バナナ、おー、無限バナナ払えちゃうよ、支払わせていただきます。え、3マナ払われました。出てきました。はい、こちらのターン、ゴング宣言。はい、2匹で負けました。はい、というわけでお送りした今回のハレルヤコンバット、いかがでしたでしょうか。つむけんどうだった？楽しかった。楽しかった。これは本当気軽に遊べて、まあまあ時間も潰せました。俺ね、ブースターブリッツ好き。いや、いいっすよね。これが1パックで遊ぶ中で僕ダントツで一番好きです。ね、面白いよね。すごい楽しいです。まあ、皆さんもね、あのパックやっぱりただ剥くだけじゃなくて、ね、こういう感じで1パックで遊ぶっていうのも手ですし、パックをね、その剥きながらいろんな楽しみ方で、はい、マジックをさらに楽しんでもらえればと思います。そして最後にハレルヤチャンネルからの告知です。現在チャンネル登録者数1万人以上を集めて、ハレルヤコンバット in YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。